玉西岬佐上門、玉西岬佐上門、玉西岬佐上門、1903年12月15日、戸籍上は11月15日から1938年12月4日は、高知県高知市出身の大津の力士、第32代横綱、本名は、西の内いよいよ、ことぶき、西の内安樹。非常に寒い1903年12月15日に、 高知県高知市で農家を営む家に長男として生まれた。幼い頃から人一倍魔剣気が強いのは地元でとても有名で、特に喧嘩と相撲が好きだった。尋常小学校を卒業後は、県内で有名な土佐玉の本家へ方向に出たが、偶然にもその時に高知へ巡業に来ていた立山峰上門一行と出会い、その中にいた土州さんを見て憧れを抱き、 力士を志す。しかし父親の猛反対にあったが、土佐玉本家の主人に粘り強く説得してもらって、納得させ、同郷の宮山太郎が経営する二所の関部屋へ入門した。二所の関部屋へ入門したいよいよとぶきき少年だが、当時の体格は、身長165センチメートル、体重67キログラムで、体格規定を満たしていなかったため、 入門から三年間は見習いとして過ごした。玉二のの嗜名は師匠である二所の関、元関はけミ山の妻、おたまと大二式ういちろにちなんだという。夫婦の寝物語で嗜名を決められたという逸話は、後世の創作とも言われているが、師匠からはそれくらい、期待薄な新弟子と見られ、素質にも恵まれていなかった。師匠は、教会運営に携わることが多く、 主に本家、友綱部屋に預けられて鍛えられた。1918年のある日、巡業中に、立山が、和紙を背負って、土俵一周したら、米一票やるぞと言ったのを聞きつけて、これに挑戦。1 4 0ラム以上の体を背負い、最初はもう少しで降参したが、再挑戦し、今度は見事せしめた。後に体格が基準を満たしたため、1919年、 一月場所に、序の口でようやく初土俵を踏む。力士としては小兵ながら、無類の稽古熱心で、当時土俵を持たない小部屋の力士たちは、エコーイン境内の土俵に集って稽古をしていたが、それを独占戦ばかりの猛稽古は、公約と包帯だらけで、ボロキンと、あだなされるほどで素質の不足を補って、実力をつけた。1925年一月場所で、新十両、 一年で、スピードにうまくを果たす。しかし、体格の不利は相変わらずで、それを補うために、一本差しの突進という取り口で、時には腹に乗せての釣りもあった。小部屋ゆえ強い稽古相手がいないため、立山の引退以降、友綱部屋が衰退して、以降は、二所の席の配慮で出羽の海部屋へ預けられ、栃木山森なり、常の花監視の胸を借りてめきめき力をつけた。 1928年5月場所に関分けに、昇進すると、その場所では9勝2敗、優勝機種、同年10月場所は6勝5敗、1929年1月場所では10勝1敗で、年間の初優勝を達成する。これ以降も9勝2敗が3場所、1929年3月、同年5月1930年1月場所と続き、 現在なら横綱昇進を期待するほどの安定した、好成績を続けたが、大関になれなかった。その粗暴な性格が問題視されたためと言われるが、部屋の力関係による礼遇もあった。さらに、当時はすでに大関に、日立岩栄太郎、大の里一万女、豊か国福場、野代方金作の4人が在籍していたため、五大関では、番付の編成上バランスが悪いとされた。 優勝同点の2場所はいずれも豊か国が番付上位優勝制度で優勝。しかも2場所とも、対豊か国戦は玉錦が勝っているので、当時決定戦があれば少なくとも1回は玉錦の優勝だったと思われる。また、同時期には、日立岩が大関で2場所連続負け越しと現在なら、大関陥落となる成績だが、番付編成制度が現在と異なっていたために、 大関に留め置かれたことも、玉錦にとっては不運だった。1930年3月場所は8勝参敗と、好成績を残し、さらに、野代方の大関間楽によってようやく、大関昇進を果たす。その後、同年10月場所から1931年、3月場所まで3場所連続優勝を果たすも、横綱昇進を見送れ、玉錦はショックからか、 死んでも横綱になってやると言ったと伝わる。その言葉で自分を奮い立たせて臨んだ同年、5月場所では優勝なら四連覇となって横綱昇進は決定的と思われたが、場所前に師匠が病に倒れ、その看病疲れで八勝三敗に終わり、せっかく近づいた横綱昇進が再び遠のいてしまった。同年6月場所に師匠が死去し、玉西木らにところの関部屋力士たちは、 久米川部へ預かり取った。1932年1月6日に勃発した春秋円事件によって、教会だったエグミからの勧誘もあったがこれを追い返し、幕内力士が多く脱退した後の相撲会を、自らが野台骨として支えた。さらに、事件の影響を受けて発足した力士会の初代会長に就任すると功績が認められ。 1932年10月場所は7勝を4敗と、ごく平凡な成績ながら、吉田塚酒よって横綱免許を授与される。これによって、1931年に宮城山福松が引退したことで発生した、昭和最初で唯一の横綱不在を解消した。昭和に誕生した最初の横綱である。1935年1月場所から3連覇。 1936年1月場所にはついに全勝優勝を達成した。現在の観点では優勝9回はこの時点で常の花の10回に次ぎ、立山、栃木山と並ぶ2体だったはずだが、当時は地方場所では優勝額の贈呈がなかったことや記録面での関心も低かったため、あまり大きく取り沙汰されることはなかった。後に、 双葉山が十回目の優勝を果たした時には、立山、栃木山を抜く新記録とされ、常の花や玉錦の名は上がらなかった。1935年には、相撲協会から二枚観察を許され、現役力士のまま年寄り、二所の関を襲名、寄せ、広瀬を買い取って、念願の相撲部屋、二所の関部屋を創立し、ここを本拠にして、弟子の確保と育成にも励んだ。 佐賀の花は、黎明期の二所の関部屋について、寄せの造作をそのまま使い、土間のところに土俵を築いて、師匠、玉二式は、舞台の上から指導しているという塩梅。まだ相撲部屋という雰囲気はなかったと当時を語っている。弟子の数が増え、関取が育ち、層が厚くなった二所の関部屋は発言力が増し、こうして二所の関部屋はいわゆる最大予党であった。 手話の海一門からあぶれたものが集まる部屋となった。佐賀の花は後に玉に式を頼って一つのグループが作られ、それが二所の席の体質というか、アウトサイダーの性格を形作っていった。出発点から毛並みはあまり良くなかったと言えるが、そういう宿命的なものが、この部屋にはあると思うと振り返っている。また、当時は同じ小部屋だった立波部屋にもで稽古で通い、 双葉山を特に可愛がった。その双葉山にとって玉二は上位陣の中で最後まで越えられなかった壁だったが、1936年5月場所に初めて敗れた。この一番は、差して争いから双葉山が突っ張って、右四つ、先に左上手を引き、玉二が左を巻き替えようとするところ、一気に双葉山が寄り立て、土俵際で玉二が左手で、 双葉山の首を巻いて打っちゃろうとしたが双葉山は左上手を離し玉錦の胸を押すようにして寄り倒したという内容であった。これ以降は本場所で双葉山に一度も勝てなかった。同場所を全勝優勝した双葉山は1939年1月場所3日目まで連勝記録を69へ伸ばしていくが、この双葉山の連勝を止めるべく玉錦も 打倒双葉を合言葉に対策を繰り広げていく。1937年1月場所は、初日から6連勝も、左上腕骨骨折のために7日目から休場。双葉山の5連覇で、唯一玉2式との取り組みがなかった場所で、この後も3敗、4敗の場所が続き、平幕相手には、まだ格段の力量差を保っていたものの、黒星は、すべて三役以上の力士が、 相手、終盤まで、優勝争いに加わっても3番手以下の成績に甘んじるようにいる。それでも玉2式は、故障で休場続きの武蔵三部、甲府町の大きい男女の川上りんに代わって、双葉山の連勝ストップの第一候補とみなされ、1938年、5月場所千秋楽に双葉山と対戦する。結果は、水入りの熱戦の末に、寄り倒しで敗れ、 これが玉錦にとって本場所最後の一番となった。1938年11月、玉錦は年寄り二所の席を襲名してから初の巡業を行っていた。これは肝心元をつけずに玉錦自らが肝心元を務める手相撲で失敗時の負担を肝心元に分担してもらえない危険が変わり、成功したら収入はすべて自分のものになるという。 ハイリスクハイリターンの巡業で、この時代は玉2式だからこそできるものだった。しかし巡業の2日目、宮崎から大阪へ向かう途中に払いを訴えたので、医者が診察すると、中水炎が悪化して、腹膜炎になっていたことが発覚。それも非常に危険なところまで進行していたため、医者は玉2式を病院へ運ぼうとしたが、わしがそんな病になるものか。 どうせつべてえ腹程度に決まっていると拒否した。その後、どうにか説得して連れて行くことになったが、迎えに来るように頼んでおいた、寝台自動車が到着しておらず、待っている間に蒸しタオルで腹を揉ませたところ、痛みが消えたので治ったと思ったらしく、それ見ろと言ったがこれが致命的だった。到着地の大阪、天保山に着き、大阪大学の教授の診察を受けたが一刻を、 争う状態だった。すぐに手術が必要だったが、執刀医が回復したところ注水が破裂して脳が腹腔全体に広がっているのが見つかった。これは、搬送前に虫タオルで腹を揉んだのが原因で、執刀医は、驚きのあまり、玉、二色石はこれでもなんともないのか、と驚愕したと伝わる。NHK の相撲解説者で、弟,弟弟子の玉の海によると、 玉錦式は手術後、水を飲むことを禁じられていたにもかかわらず、喉が渇いたと言っては氷のに入っていた氷を取り出してかじり、看護婦が浴衣をかけても跳ねのけるなどしたため、怖がって病室に近寄らなかったと伝わる。それでも弟子が見舞いに来ると、自身が担当した巡業の成果を心配して、どうだ、客は入ったか、などと聞いた。しかし、 手術後の患者らしくない態度ばかり取っていたため、腹膜炎が急激に悪化して、玉の海からの輸血も虚しく、12月4日に、回しを持って来い、土俵入りをするんだと言って、仰向けのまま土俵入りを行い、最後の拍手を打ったところで生き耐えた。現役横綱の死去は、谷風梶之助、千七1795年に次いで2例目、丸山健太財門を含めれば3例目、後の、 第51代横綱、玉の海正弘は皮肉にも彼の孫弟子にあたり、さらに屈しくも中水園の悪化により27歳で現役死した。玉二式は没後、現役力士としては史上初の境界層で送られた。墓は、父の出身地、本籍地である高知県江南市鏡町岸本に作られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。